わかったい。はい、どうもクイズ研修長の伊藤、川上、山本、こうちゃん、ナイスガイのスカイです。全員編集長みたいなプロデューサーを準決勝なんだこれが。もうセミファイナルだった前回ね、福谷対川村のプロデューサー対決準決勝 A ブロックがありましてあれ A だったんだ。あ、準決勝 A ブロックだったんだ。そうだったんだ僕企画したけどあれからしばらくしてみんな企画持ってくるようになったのでただいまより準決勝 B ブロックを行います。おお、なるほど。ちょっと厳しいな、こっちの仕事だよ準決勝 B ブロックは頭の柔らかさ対決です。発想を使ったクイズで企画に必要なアイデア力を競っていただきます。発想ただしクイズノックなので知識で解いてもいいです。よし、はい、やったー。もう全部知識で解くぞ考えても解けます。発想、まあ、つまり知ってたら解けるし知らなくても解けるので、まあ、解けて当たり前ですよね。第1問、制限時間は1分。はい、問題。クイズノックは元素にめちゃくちゃお世話になっております。元素とか、うん、さて P ですよ。 P 第15番元素といえば銀。元素記号は P です。肥料とかに使われる元素です。問題。15番目が P といえば元素ですが16番目に P が来るのはどんなところ。どうぞ。津田さん、これは自信はあります。お、合ってるかなちょっと待って、自信ない人ペーペーペーないけどな。じゃあ山本さん、開けましょうか。はい、どうぞ。アルファベット。それでは皆さん開けましょう。3、オープン。アポ、アルファベット。あー、よかった。アポ、はい、皆さん正解です。まあ1問目だからな、まあ、ね、よかったー。いやでも我々ね、ちゃんと綴れてるから。そう、ちゃんと綴れてるから、アルファベット。これはね、まあ軽いご挨拶という感じですからね。問題、これはね、もうひらめきの要素が強いです。はい、はい、共通して入る漢字3文字をお答えください。はい、よーい、ドン。漢字3文字だね。漢字3文字です。別にその3文字で何か熟語になってるとかそういうわけではないです。まあ辛いのはダイレクトに辛いし、とても辛いのはめちゃくちゃ辛いですね。わかったーい。えーね、4、3、2、1。はい、終了、はい、終了、はい、終了。はい、はい、じゃあ菅井さん。ふくらけん、坂上さん、木お、山本さん、木感染。こうちゃん、木抵抗。木は出たね。木だろうなって思った。さあ、どうぞ。これはもう、これはもう淡いですね、皆さん。正解はこれだ。うわー、あーたそう。はい、伊沢さん正解です。うわぁ、非抵抗近いね。近いな。近いね。そうそう、電気抵抗の辛さで言ったまあそう、ベースは木なんだよね。空気と電気。そうそう、まず前の2つ合わせて、じゃあ何が辛いなのかって言ったらこれだろってね。うわぁ、うわぁ、そっかそっか。問題、はい。サザエの仲間である食用にもなるこの貝、蓋の部分、食べるときに身を引っ張り出すためにこうやってつまんでビリッてやる部分、ここだけ取り出して酸性の液体に浸すと泡を出しながらくるくる回るってことで歴史的に子供のおもちゃとして人気でした。この貝の名前は何。ね、分かるとこはあるんだけどね、うまく繋がらないんだよ。俺もなんかね、こういうエッセンスなんだろうなってな。これでいってみよう。俺もこんなとこでどうかな。はい、では参りましょう。菅井さんどうぞ。トルネードサザエ、日本古来って言っとるだろうがこうちゃんどうぞ。バカガイ、だってなんかバカっぽい。バカガイあるやん、ほんまに。なんかあるけど、バカガイ2つあるパターン。そうそうそう、うん、そこまでバカじゃないもうバッツでやるわ。バカガイだじゃん。川上さん、オープン。コマガイ。うえ、ありそう。なんで名付けるじゃなくて、こっからコマ来てる説。あー、なるほどね。逆にこっちからこう言ってるっていうね。はい、山本さん、オープン。はい、僕はベイ。なんか知識としてベーゴマのベーが、そういうことか、タイっていう漢字を書くってことは知ってたんですけど、赤見さんと同じようにこっちから来てる説があるかなと思って。伊沢さんは正解すれば優勝です。どうぞ。ベイガイの、まあ貝の部分はなんかつけようかつけない前か迷ったけど、これ罰にはならんだろうと思った正直。ということで全然違います。あー
違うかい、もっともらしいじゃねえか、絶対正解だと思う、絶対あっとこうと、いや喜びの話しようと思ったら違うかい、正解は須貝おい、あーそうですか、須貝さんがボケるかなと思って取っといたの、いやこれはさ、すいませんでした、じゃあこれではないね、俺の番だったんだ、そうですね、これじゃない、あまりに思いつかなくて、ナイツガイとかスガイとか書こうかなと思ったけど、須貝さんやるかなと思って、いやーすまん、トルネードサザエだった、これはトルネードサザエかい、今日の一問はこちら、動画見てくれてありがとうございます、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします、概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください、それではまた次の動画を見てくださいね、決勝進出、伊沢拓司、おめでとう、やった、俺がプロデューサーよ、でまだだ、まだ、はい、A ブロック優勝の福良さんと今度戦っていただきますということで、今日はね、いろんな問題に翻弄されてきましたけれどもですね、ぜひ皆さんどれぐらい正解できたかとか教えてください、そしてチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、Twitter のフォローよろしく。